生春巻きの皮です。で、生春巻きね、もちろん生春巻き作っていただいても美味しいんですけど、割と、まあ、これ結構あれなんですけど、割とほら、全部食べきるのって難しいですね。一袋に2、30枚ぐらい入ってるので、2、30枚かな、これは何枚だろう、400g としか書いてないから、多分、30枚、3、40枚ぐらいは入ってると思うんですけど、大体ね、皆さん使い切れなくって、でも保管してるうちに、こうやって乾燥して、パリパリしてきちゃって、こういう風に破けたりしちゃうと思うんです。で、もちろん使い切ってね、しっかり生春巻き作ってくださる方はそれでもいいんですけど、私も、そうなんですけど、割とこういう風にね、パリパリになってこうかけらがね結構発生しますよね。で、このまま捨てちゃうのとってももったいなくって、スープなんかにね入れて、ワンタンの皮みたいにして食べていただいてもいいんですけど、今日はね、これを油で揚げて、サクサクのねスナックにしていきたいと思います、はい、何かね、ご質問とかありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。で、結構ね膨らむんですよ。大体倍ぐらいに膨れると思ってください。なのでこれとかあげると割とねボワってこう膨張するので、ちょっとちっちゃめに切っていきたいと思います。もちろんこういう風にね、あらかじめもうかけちゃってる場合はこれはこれで大丈夫です。ということで、ハサミを出し忘れました。これをね、ちょうどいい一口サイズぐらいに切っていってあげてください。これぐらいかな。サイズはねもちろんお好みで変えていただけるといいですね。こんな感じで切っていってあげてください。はい、ポイントなんですが、もっと揚げていくだけなんですが、ポイントはね、タイのエビせん買ってご自身で作られたことある方いるかな、どうかわかんないですけど、タイのエビせんもねこんな感じでこんな形してます。でももっとこれは生春巻きなんですごく薄いんですけど、エビせんはもうちょっと太いんですけどね、ポイントは高温で揚げます。高温で一気にバーッと揚げます。それがコツですね。低温でやるとね失敗します。失敗例をお見せしますが、低温でやると失敗します。なので、高温で揚げるようにしてください。揚げ油こちらに用意しました。でですね、どのぐらいかな、多少ねちょっと油が温まるのが時間かかるのでちょっと温めておいたんですけど、ここね菜箸で温度を確認する時の、ちなみにあれなんですけど、方法なんですけど、これ料理の基本ですね。こう菜箸入れた時にちょっと泡がつくぐらいが低温です。で、泡がちょっとゆっくり上に上がってくるぐらい、これが中温。鍋底についた泡が上がってくるぐらいが中温、170度から180度ぐらいですね。で、今日はさらにその上の、泡がこうすごい勢いよく上がってくるぐらい、高温ですね。だいたい190度から120度ぐらいで、揚げます。でですね、今はちょっと画面じゃ見えなくて申し訳ないんですが、ちょっと入れてみましょうね。多分ねまだ温度低いです。こんな感じ、結構上がってきましたね。美味しくはできません。なんかまだね硬さが残ってる感じなので、ちょっと高温にして、揚げるようにしてください。ただ生春巻きの皮だから大丈夫だとは思うんですけど、もし水分とかが入ってしまうと、水とかね、例えば濡れた手でこうやって水がポチャンと入っちゃったらパーって跳ねますから、それは本当に気をつけてください。温度高いですので。大丈夫そうかな。あ、いいですね。勢いよく泡が上がってくるぐらいになったら OK ですね。ちなみにこれは低温で入れちゃったんでまだ硬いです。硬いカチカチの状態なのでこれは失敗ですね。じゃあ
上げていきたいと思います。もっと一瞬なので結構ね面白いですね。ほらこんな感じ。昨日ねうちの娘が面白いっつってね私あげるって言ってあげててくれたんですけど、こんな感じで一瞬で上がっちゃいます。エビセンなんかもね同じですね。ほらちょっと煙が出てきたら、高温すぎるので少しだけ火をね弱めてあげてください。これで出来上がりです。よっで、パッと上がったらパッと上げてあげると油切れがねいいのですぐ上げてあげてください。ここは手際よく、こんな感じですね。これぐらいのサイズがいいですね。2センチ角ぐらいにするとちょうど一口サイズ食べやすいんじゃないかなと思います。こういう細長いのとかも面白いかな。細長いの結構いいですね。ちょっとこんな感じで、はい、でちなみにこれぐらい大きいとどれぐらいのサイズになるかというと、こんな感じです。2枚重ねのやつ入れましたけど、こんな感じでね中に入れると結構綺麗に分かれてくれたりするので、2枚重ねのやつもね捨てずに入れるといいと思います。いいかな。あとちょっとだけ揚げますね。であとはこれほど味がないのでちょっと失礼しますね。こんな感じでね出来上がりました。見えてるかな。見えてますね。味がないのでお好みで塩を振ってあげたりしてあげるといいと思います。塩ですね。お菓子味だったりするんじゃないかな。お米のお菓子ですね。塩振ったりとか、あとはね好みでこれ昨日やったらねすごい見た目はよくなくなっちゃったんですけど、この海苔青海苔ですね。青海苔なんかすると海苔塩とかね。失敗したやつですね。ちょっと画面外れてないかな。ちょっと色が微妙に違うの分かりますかね。油をすごく吸って固い、まだ固い状態。こっちだとサクサクって感じになりますね。もしねあればここにトマトケチャップとかでもいいです。スイートチリとかね入れてあげるといいと思います。上がりました。ということでですね、ちょっと見えるかな。ということでですね、正解は生春巻きの皮でした。結構皆さんねドンピシャで当てた方もいますし、春巻きの皮とかねビーフンとかっていう方も多かったです。ビーフンでももちろんできます。ビーフンでも同じ感じになると思います。その場合はねやっぱり同じようにね2センチとか食べやすい大きさにね切ってからやってあげるといいと思います。はい、もう一度説明しますと、生春巻きの皮余ったやつね食べやすい大きさにしてあげて、あんまり欠けたのが大きすぎるとそれはそれでちょっとさっきやったみたいに、これはこれでちょっとエビセンっぽいですけどね。これはこれでね、
にするのもありですね、うん、なので、まあ、食べやすいお好きなサイズに切ってあげて、あとは、ポイントは高温で揚げてください。で、高温何度ぐらいかって言うと190から200度ぐらいですね。ちょっと温度が低いとさっきやったみたいにうまくね熱が伝わらなくて硬いままになっちゃいますので、まあ、そこはまあね、ちょっと多少失敗してもいいので調節しながらやってあげるといいと思います。はい、大丈夫そうでしょうか。はい、本当はねこれをこれね、スナックはスナックですけど、なんだろう、こうワンプレートのちょっと端にちょこんとね乗せてあげてもいいと思います。簡単なんでぜひ作ってみてください。ちょっと揚げ物めんどくさいわって場合もなんだろう、揚げた後じゃない方がいいかな、綺麗な油の方が綺麗にできるので一番初めに揚げるようにはしていただければなと思います。最後の最後でポイントを言うっていう申し訳ないんですけど、できれば綺麗な油でやってあげた方がいいですね。で、綺麗な油で揚げた後にちょっと揚げ物ねしてあげればいいかなと思います。揚げ物したい時にとか作ってもらえればいいかなと思います。簡単にできますのでぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。